こっちはありがとう。お疲れさん。人も少なかった。人も乗らんかった。寂しいけど。次、頑張るよ、ゴジだよ。頼むよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どこからですか？初めは福岡から。風がピューピュー、福岡県、滑ってくらんで、大分県。すいません急にごめんね昨日。いやいやいや、今日は何、佐々木さんのこと僕何も知らないなと思って。知らない、聞いてもいいですか？今から。俺ちょっと今日イヤホンして耳がね、はい、頭も悪いけど耳も聞こえるように、ね、ちょっとその辺で座って話してもいいですか？あ、いいですよ。お願いします。できれば2側に座ってもらいたい。九州移住してきていろんな面白い人と会ってきた中でも、うん、佐々木さんなんかなんでそういう人吉案内人とかやってんのかなって聞いたことないんですよ全然。どっから始まったんだろうみたいな、すごい気になってて。あ、いや、そもそもじゃあ生まれは人吉なんですか？生まれは人吉。生まれ人吉、うん、親父を、はい、おふくろは鹿児島。おー、鹿児島、うん、だから親戚いない。だからもう俺のことを悪く言う人もいるし、持ち上げてる人もいるし、いろいろよ。お父さんお母さん鹿児島で、人吉じゃない、生まれ人吉、人吉、育ちも人吉、はい、中学校とか高校とかって、この辺なんか人口とかだったんですか？はいはい。え、人口なんですか？はい。そうなんですか？うん、人口。で人口で、今人吉案内人じゃないですか？うん、人吉案内人、潜りの案内人やいや、これ何なのかなって、この辺がどうやって佐々木さんが今の佐々木さんになったのかなって、すげえ気になっちゃって、うん、あのね、高校卒業して東京にいて10年ぐらいいたんですよ。東京に？うん。また人口出て東京行って、うん、10年間いると人吉の良さが分かるんね。あ、懐かしいっていうか、もういいところだなっていうのがもうしみじみ分かる。で、あの東京でも紀ノ国屋っていう書店があって、あ、紀ノ国屋、はい、そこで町がタバコ吸ったら、町買いに行ったら、はい、青い神社の町だったの。お、びっくりしてね。地元じゃんみたいな。お、地元じゃん、うん、映画見ても人吉の結構出てくるのよ。へえ。人生劇場とか、高橋的、知らん？高橋的しょ、うん、あ、マーサのお父さん、あ、桃太郎侍、はいはいはい、あれでも出てくるしね、はい、人吉にいる人たち気づかんね。俺もそうやったけど、出て気づくのいい良さが。帰ってきたのは理由があるんだけど、親父とおふくろが、兄貴と、はいはいはい、二人兄弟で、兄貴がこっち帰ってこられんかいが、で、帰ってこいということで帰ってきた、はい、そして、いろいろブラブラしてたね、いろいろ、いろんな仕事。東京で何したんですか？東京じゃ商売人。商売人、うん、何？これもね、話せば長いのよ。何を話す、東京で10年あるでしょ、うん、料理人。料理？うん、料理得意なのよ。へえ。ジャンルは？ジャンルは中華。中華？安吉。あ、どうもどうも、こんにちは。そうでしたよ。考察しようと思って。すみません、ちょっと YouTube 撮っててごめんなさい。はい。え、中華？中華。え、それはレストランとかそれに入って？いいよ、うん、ちょっと修行して、だからデッチの定きして言ったんやけど。デッチって何すか？デッチって知らん？知らんっす。デッチ暴行のデッチよ。デッチ暴行？あのね、大棚に入って、はい、そこの、なんちゅうかな、要するに、小遣いよ、あっち行ったけど、もう、要するに、いろんなとこにね。あ、デッチを知らない？デッチ知らんっす。まず日本語勉強した方がいいね。で、だからいろんなとこに。デッチ知っとるよね。デッチ知ってます？うん、本当ですか？常識よね、できてね。え、デッチどういう意味ですか？デッチは旅館とか、その商売されるところに最初に修行、派遣修行する。あなたはね、あなたは直接大田の若旦那だけど、普通はその田の子、要するに修行して、そういう人のことをデッチって言うんですよ。デッチは一番下よ。じゃあ見習いみたいな。見習いみたいな。見習いね。俺が悪かったね。俺に日本語知らん。言ってください、デッチなんて。分からん。ごめんごめん。デッチ暴行のことを見習いって言うんですよ。今はね。俺が日本語知らんかった。なるほど、ね、そういう見習いをやって、うん、中華は餃子中心で、餃子も店をやってて、その時にはやっぱり餃子、ラーメン、中華丼とか、はい、中華が中心ね。あ、じゃあ料理人スタートなんですね。
子。へえ。俺食の職業ばっかり起きてんの、はい、そして女性の職場ばっかりしてんの、どういうわけか。佐々木さんがずっとスーパーにもちょっとアルバイトで学生時代ね、はい、やってるし、女性だらけよ。人吉に帰ってきたら最初あの病院に、大手病院に勤めて、やっぱり女性中心に。それはあれですか、料理、病院食作るみたいな。年齢は28歳ぐらいの時ってことですか。あの時は10年後やだから30ぐらいね。ああ、うん、30ぐらい。そしてある事情で選挙関係やけどね、辞表を出して辞めて、選挙関係で、カットしていいよね。カットしていいですよ、使わないところは。辞表を出して辞めた。それでうろちょろしとったね、はい、そう。辞めたの何歳ぐらいですか。何歳かな、32のかな。32ぐらい。市役所の、要するに臨時職員のアルバイト。それで5年間、5年間我慢しとったところが、周りから市長にこう言われて、試験を受けろということで試験を受けた。あ、5年間4年、店やって、本採用で、で合格して、成績優秀で。ほう、すごい。あ、頭が良かったくれ。で、市役所に入った。入った。そして、一人市役所。その、一人市役所。はいはい。そして、その場所が、また女性の職場よ。何かですか。給食センターよ。給食センターの。女性ばっかり。ほんと女性に縁があるね。で、普通は2年、3年で配置換えになるの。はいはいはい。あ、そうですよね。大体市役所って回ってきますよね。俺、ずーっとよ。給食センター忘れられた佐々木氏よ。え、何年ぐらい給食の方がいたんですか。それで変わらなかった。結局合計で20年だね。20年、変わらず。変わらずだから。そんな市役所職員いないんじゃないですか。いないよ。ですよね。そして最後の5年間ぐらいかな、はい、ちょっと僕を認めくれている市役所の部長がいて、部長がいて、なんとかせないかんということで、ポンポンポン上げてくれる、はい、で、現場狩りの最初の係長、現場狩りの最初の所長、後にも先にもいない、給食センターの所長、はい、なったはいいけど、なったんだ。年数がもう、要するに年数が少ないでしょ。勤めてる期間が短いってよ、みんなと比べれば。途中採用だから。15年ぐらいは少ないですもんね、人より。そうそうそう。みんな部下が俺より上よ。そして今まで、ね、山積した問題が一転に来たって。どんな問題があったんですか。まず給食センター移転の問題、新建設の問題、ウェットシステムからドライシステムに変わる、それも勉強しないかん。で、給食費の滞納がみんなからこう言われてきた。滞納ね、はいはい、その対応、それと、あの人員削減、それもしないかん、いろいろよ。そういうのが一気に佐々木さんのところに来たんだ。来た。給食費の値上げ、はい、一気に来たね。その時どうでした。お、全部片付けたよ。あ、すごい。もう全部片付けたけど、はい、まあ、あの市議会でも叩かれたよ、ね、そこでも市議会でも関わってくるんですね。まあ、民間委託となればね、やっぱりね、結局民間委託してもうまくいったよね、経費も下げてた、はい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 、で人員削減もみんなこうやめ、全部パートとかそういうので固めてね、で最終的に職員数を4人が職員が残っただけ、昔は約20名ばっかり職員、ちょっとそれを整えてみたいな。整えて、整えてね、整えました。きれいにして、きれいにして。でそれなんだ。で、その4人も、2人が市役所の本庁の方に行って、1人だけもう要するに行きたくないということで、最後あの、じゃあ俺の下で働きなさい、で2人で民間委託の方に行って、はいはいはい、そして委託したと。なるほど。整いました。整いました。それ整い終わったの佐々木さん弱い何歳ぐらいの時ですか。終わるまで60で退職。その時までいわゆるじゃ市役所の職員だったんですか。だからみんな、みんなびっくりする、びっくりするよ。今何歳ですか佐々木さん。今71歳、もうすぐ72歳。あ、今72。うん、あ、じゃあ12年前までは市役所職員だったんですね。そう。あ、そうなの。いや、じゃあそっからっすね。僕が一番知りたい部分どうなってるんですか。60で辞めて、辞めて、その前から、まあ
中途採用だから、市にお世話になったっていうのは十分感じてるから、市になんとかせねえかなとは思った、思った、土日、はい、毎週土日を、はい、祭日ここに来たり、はい、掃除をし始める、はいはい、街を、ここから青神社まで通路ずっと、あ、しかもここを起点に、人吉駅を起点にして、からくり時計渡して、はいはい、何かせにゃいかんということで、うん、その時にね、平成18年だったね、はい、青い阿蘇神社が1200年祭をしたんで、はい、地元の人間で、え、あれが1200年、はい、1200年よ、うん、おびっくりしたよ、とんでもない、あ、ちょっとほたらかしじゃないのって、あ、案内人はおらんしね、何にもないしね、あ、これはなんか勉強したいということで、はい、勉強し始めました。独学で、はい、独学で、本を買ったりね、いろんなことして、はい、して一番参考になったのはやっぱり宮司さんね。宮司、うん、宮司さんはその頃はああじゃなかった、ああじゃないって、もう普通の神主さんやけ、福川さんですか、その時福川さん、うんうん、だから案内しようやったら自らずっと案内が来たら青神社で、はい、見たことないやろ今ね見たことないっすね、うん、ない、昔しようやったよ、それで思わるけどこれ覚えやすいな、宮司さんの後をね、うん、こう何人かいるでしょ、その後ろの方でずっと聞いてメモしとったりこう、はいはい、もう何回もついて回ってずっとね、うん、で宮司さんが何個ごとかと思った、はいはいはい、それから不審者と呼ばれるようになったあ、じゃあその時は そんなに福川さんと宮司と接点ってあんまなかった、あったことあった、うん、親父が豊作会の会長かなんか、豊作会の会長かなんかしたもんね、おくんち祭りだね、うん、はい、でそう言って1200年、あとずっとうもう最近だけど聞いたのは、はい、結構親父は青い神社のことをやってるの、親父は一言も言わんという、青い神社のあの社則規則があるでしょ、あれも作った親父さんが、うん、へえ、結構神社にどっぷり、うん、びっくりしよう、青いさんにどっぷりです、であの国慶で住吉厚いってくる、ああ、なんか親父なんもしやんくるよ、おお、俺入った件をね、分かったんだ、分かった、だから青神社に感謝してるよ、いろんなことやってても青神社に行きよったことはしとった、して親父は青い神社とか青い安神社と言わねえんだもんね、ウッガンさんって言われた、ウッガンさん、宇治神様、うんうん、俺を鹿児島で言うとウッガン様だから、ウッガン様、ウッガンさん、ウッガンさんって呼ぶんですね、うん、青いさんのことを、うんうん、でウッガンさんに言って、で、あのその頃宮司さんも親父も、はい、頭の中では同じ考えだったんじゃないかなっていうのが、はい、ちょっと手伝ったことある、あの人吉に帰ってきた頃ね、はい、あの人吉熊は一体とならんといかんということで、バラバラって祭りでもなんも、あ、バラバラだった、まあ、でもこっちは青いさ、例えばその昔はね、はい、ずいぶん昔は青い阿蘇神社といえば人吉熊の奏者だから、はい、一番の位が高い、うん、位が高いから全部来て、もうすごい賑やかやった、全部来てってのはどういうこと、全部お祭りの時に、真っ赤があるでしょ、なんとか阿蘇神社、妖怪神社とかだ、五穀、うんうん、宝五穀神社とか、あ、そこはまた別ですか、あの、あのなんとか阿蘇がついてるところは全部阿蘇で、五穀神社も関係はするよね、神社だから、だけども阿蘇がついてるところ、まあ、系列みたいなのがあるってことですよね、そうそう、うん、その人たちも全部来ててやってたんよ、はい、地元民も全部、うん、一木からね、熊郡の上下中、うんうんうん、全部来て、はい、もうすごい人気だった、うん、それがだんだん薄れてきて、もう人吉は青神社だけたい、上村は上村の神社だけたいって、そこの祭りだけたいっていう風になってきた、はい、そういう風に感じた、はい、僕は感じた、うん、そういうことがあって、うん、あのなんかこう盛り上がろう、こうまとめようということで、うんうん、お母さんと親父が何か所か行ったもんね、その運転をした覚えが、へえ、運転手を、うん、その回る時の運転手をしたの、その時のことを宮司さんが知っとるや、はい、俺は覚えてられたわけです、元に戻るけど1200歳で、はい、で何とかやらにやらかんつけど、そういうことをやってた、うん、そして何がいいかなと思ってそれで勉強して、はい、案内人をしようかな、うん、でその時に案内人がいたんだ、たまたまいた、でそれはなんかトラブルがあったんだよね、はい、でこれ活動を始めて1年ぐらいしてから19年にそのトラブルがあって出てきてから、何も要するに案内も何もなくなった、うん、寂しい限り、うん、で私があの
類さんじゃないけど違う人ね、案内人がおらんと、はい、で案内していいですかと、うんうんうん、あどうぞどうぞどうぞということで、佐々木さんから打診したんですか、うん、はいはいはい、でそれから案内人をするようになった。その頃にだんだん、うん、あの周りになんか佐々木氏ファンじゃなかけども何かやってみたいなという人が、はい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 、それから吉君ができた。え、佐々木氏って本名ですか。いや、住吉紀明よ。あ、住吉紀明って言うんですか。そう、佐々木氏っていうのはね、何ですか佐々木氏って。フェイスブックをしたんよ、はい、私退職してからすぐがんにかかった。あれ、うん、え、あの市役所退職してからすぐ60ぐらいってことでしょ。うん、ほんでそれも長いって話が、面白い話が長いんです。教えてください、まあ、カットして教えてください。はい、何がんすか、何がんすか。上行結腸がん。喉下腸。あ、腸、うん、腸で見つけにくいところよ。おーおーおー。で市役所の検診があるでしょ、はい、ああ健康診断、はい、俺は元気だからせんって神さんに言ったで、神さんはもうせからしかんだけ、はい、看護師上がりだから。ああなるほど。でもその検診日申し込みの最終日にダメよって怒られた。離婚するよと。何を。はい、検診行きますって言って行ったんや。はいはいはい。それはなんか血が混ざってると。へえ。ああ、検便にね、うん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 、でちょっとおかしいから検査してくださいと、はい、で検査に行きました、はい、ああがんですと。こうなんかあった時にほら、はい、本人に知らせたいですか、知らせてか。なるほど、はいはい、絶対知らせたくないと書いたの、はいはい、結果診察して、あ、住吉さんがんですよ。何それ。知らせてるやんみたいな。知らせてるやん。あの虫が何なのって聞かれたことと違いました。ここは手術ができるって聞いたんでね、まあ、でそこの病院を選んだ、はい、ところが高等な手術はできない、できない、うん、回復手術よ。ほう。で住吉さんの場合は大きいですね、はい、もう回復手術か先行穴を開けてそれを取り出す、ね、なるほどね、うんうん、何箇所かかけて、はい、その方法のちょうど中間ぐらいでよく分かりませんと、はい、ただしうちは先行はしませんと、回復手術です、うん、はあ、はあ、できんとね、はい、女の話は違うねって。で熊本に行って再生病院で病院帰って、うん、でその時はもうだん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 ほら検査日からもうずっともう半年ばっかり経っとったやつ、いろんなことやってね。で再生会行ったところがで助かった。なるほど。そのがんの半年間も結構きつかったんですか。いや、なんなんなんとか別に何もなく、うん、でもう少し経ったら破れてたかもしれない。要するに転移したかもしれない。転移しても、うん、回復して、うん、あの1年2年目までは動けて、その後は何年2年ごとになって、はい、で1年ごと1年経って再発してるんならば 10% かな、うん、で3年で 15% 5年、あ、5年で 20% もう5年経ったからもうほとんど大丈夫です。なるほど。でもう十何年経ってるね、うん、60で分かって61、2で手術して、でも5年、まあ今72歳で今のところなんともないってことですもんね。よかった。で、うん、電車のほら案内もその前からやったの。60やったんですか。うん、やって前からやってて、休んだのはその期間だけ、手術の2週間だけ、うんうんうん、2週間だけ休んだのは。で2週間の間に考えたって、はい、青い人社宣伝なんかないかなって考えたって、うん、そこでまた復活無事が出てきて、手術する前正月だったかな、はい、その前から楼門出ししよったっけん正月の、うんうんうん、楼門出し分かるよね。楼門出しって何ですか、うん、楼門の前に立って正月に参拝客、はい、三が日間、はい、朝の10時から夕方の3時まで、はい、退屈しないように宮司さん、しよった時に宮司さんが写真撮って撮れたって。俺はで、グジさん、ナンバーしなっとですか。それほら、フェイスブックに出してもなーってやっと、うん、フェイスブックってドキャン本ですかって聞いたって、はい、いや、本じゃなかったいなーって、うん、こうやって、こう、なんか捨てたいなーって広げて、で、それが頭にあったもんだから、はい、病院に入ってる時にね、はい、あ、フェイスブックという手がある、知らせるために、うんうん、ということで始めた。あ、じゃあ病院で始めたんですか。いや、退院してすぐあのガラケーをスマホに変えて、はい、はいはいはい、佐々木がまだその時は佐々木じゃないのね。そういうことですよね。うん、うん、SNS でやるうちに、うん、浜田って写真から知ってる。ああ、知ってますよ、浜ちゃん。そこの長江社長が、熊川鉄道のね、うん、
こうフェイスブック上で やり取りして、はい、住吉さんって佐田騎士に似てるよねって、佐田騎士に似てるよね、先行の先行やなんて、うん、日本行動の、はいはい、日本行動、はいはい、私もそう思うとですよねとかなんとかやり取りやって、はいはいはい、要するに佐田騎士君が年取ったらああいう感じになるんじゃないかな、なるほど、もうカーッときたよ俺、うん、俺真面目にやってるよ、ね、ふざけみたいな俺たち、うん、もう真面目にやると思ったばってぐっとこらえて、そういうふうに思われてるんだったら、はい、もう使うてやれって、うんうん、なんと言われると いやそれでみたいな、先行屋の佐々木して、はい、自ら習うって、なるほどね、だから先行屋がくっついてるんですね、ああ先行、なるほど、でそうやってるうちに、はい、日本行動の 社員が俺のことの耳に入ったんだろうね、はい、まず福岡からの社員が物を送ってきたんよ、はい、あの先行屋の旗とかね、上りとかいろんなもん送ってきたんよ、はい、それ知ったら本社にそれが聞こえて、はい、本社からシールが、佐々木君のシールが2000枚、ダンボール箱に送ってきたんよ、はい、それまでは自称佐々木氏やった、うん、なんか公認キャラクターこれ公認じゃねえって公認佐々木氏でなったんだ、うん、で一応名乗るためには許可を取ったね、はい、うん、あ一応日本コードに連絡して、うん、送ってきてるし、みんなから佐々木氏と呼ばれておりますと、はい、名乗って良いでしょうか、はい、したらじゃあはいどうぞ、その代わりそれを商売に使っちゃ使うようだったら、はい、一言ご連絡ください、まだ言ってくれと、うん、だから10人使ってくださいよ、なるほど、佐々木って江戸時代からあるしね、あそうなんですか、うん、落語にも佐々木っていう演目というかあるんですか、うん、別に構わんとは思うけどね、佐々木、じゃあ佐々木地に公認になったの、うん、何歳の時ですか佐々木さんが、65とかいくつだろう、フェイスブックを始めても本社から送ってきたのはそれから5年ぐらい経ったかな、あじゃあ66とか、うん、その頃よ、へー、65、66よ、そっから佐々木地になって、で、うん、基地組はね、SL が来てからだね、その前からこう、はい、中に入って、SL の前よ、普通の SL が来てからって、SL って来てなかったんですか、前、SL は平成21年だったかな、はい、その前から駅前に入ってお見送りしてたから、はいはいはい、はい、うん、いわゆる勝負さんがあのお弁当売ってた、あの写真が俺、うん、あのフェイスブックのカバー写真が出てるんですか、SL はずっと前から来たってことじゃない、 SL はね21年1年から人吉に着くようになったんですか、うん、そうなんですか、うん、昔からはなかったんですか、なかった、その前は遊ぼいで遊の母走ってた、うん、へえ、それをこっち持ってきたで、それもいろいろあったよ、なるほど、ね、フェイスブックでね、それフェイスブック関係あるんですか、うん、フェイス、いや関係ない関係ないけど、はい、俺がバンバン人吉のことほら SL 出すでしょ、うんうんうん、その方が、うん、佐々木さんの人吉 SL は阿蘇で阿蘇のもんだと、で俺カッと来てまた、まあ俺ほんと口がねちゅうか、ま、勝ってくるもんなんか言い返すよ、うん、なんて言い返した、違いますよって、はい、これはもともと矢竹にあったんです、生態ほど矢竹にいますか、手越しがあるでしょ、あれと並んで保存されてた、はい、それは何でかというと、そこにあの駅員で、おられた徳田さんという方が個人力で、はい、SL 指定士ね、はい、あれが使われる なるから、うん、生態保存するということを、はい、ご尽力して矢竹に持ってこられた、ほう、うん、その SL 人吉は元は肥薩線を走ってた、おじゃあ昔はここ走ってたんだ、うん、最初はここを走ってって、はい、使われなくなった、はい、あの廃車されるのをすくい上げて徳田さんが矢竹に持ってきたんですよと、はあはあ、そういうことを書いたんだ、もともとは人吉で走るべきもんです、なるほど、それを貸してあげたんですよと、阿蘇にね、うん、阿蘇、はい、そしてそのお返しとして年に一度、はい、人吉に帰ってくるという約束で返した、はい、あの 何を言ってるんですかというようなことを書いてあった、はい、で納得された覚えが、はい、分かりましたすいませんでしたで基地組は基地組はだからそれお出迎えするときにね、にあ基地組でお出迎えしたんですか、そういうスタートなんですね、なんか僕一番多分佐々木さんと初めて会った時って球磨村の方の家の解体、水害の家の解体で僕初めて会ったんですよ、あら、さんと、あれはなんかこういうボランティア活動とかをするなんだろうな、地域のことをやるグループみたいな、もともとじゃあお出迎え隊なんですか、そうそう、
でお出迎えたいのも、あの SL 人吉の前からやってたんだけど、はい、SL 人吉が来てからもう毎日したいね、観光列車やったから、うん、誰か彼かが行く、1月1日も俺が三が日来られるんで、その代わりには何人か来てお出迎えしたよ、はい、来る人には喜ばれたでしょうね。そしてあのボランティア活動っていうのは、俺たちがボランティア活動ってそう思ってないから、俺たちグループはもともと遊びたいだから、そして自分たちが楽しんで観光客も楽しめばいいなっていう感じで楽しいからやってるんですね。でだからそのモットーがね、吉君のモットーが、うんうん、できる人が、うん、できる時にできた人、できた思考、そしこでいいよと、無理しなくていいよっていう、うんうんうん、それやらなくちゃいけないっていうことではないんだね、うんうん、あ私できるよ、うんうん、やるよっていうのでやるんだ。そうそうそう、やってるうちに熊本地震があった、はいはい、で吉組もこれ黙っておられんだろうということで、はい、それから復興の支援をちょこっとお手伝いをした。それがじゃあ僕が立ち会った水害の後のボランティアの、ボランティアというかその、うん、元がそうですね、僕はあったってことですね、うん、だから熊本地震の時からもやってるってことですね。いろいろ喋ったらもうめちゃくちゃ喋りました。いろいろ分かってきた、佐々木さんが今なんでこういうことをしてるの分かってきた、やっと。あ、じゃあからくり時計のこの最初にやってた、うん、これは誰かに教わったんですか。いや分かってないよ、最初よ。これね、見てあの何すかこれ、何すか、あのね、じゃあこれはどうやって始まったのかなっていう、あ自分でなんか好き勝手やり始めたんですか。これは目立ちがる目立ちたがり人の気を引いてもらいたいな。かっこいい、あの中でもって、はい、入ってくるでしょ、はい、出ていくというのこれで、まあ、見ちゃいますね、すれば喜ぶのよ、だからそれが始まった。で、あのここ案内するこのからくり時計は、はい、普通のからくり時計と違うよね。からくり時計が違う。何が違うんですか。普通のからくり時計は一箇所に座ってずっと見とればそこですもん。おお、はいはいはい、はい、ほら全部回らんじゃないか。ああ、自分が回らなくちゃいけないもんね、うん、でついてきてもらいたい、うんうんうん、でこれを使う。で工場でついてきてもらうために、うん、工場をしてね、うん、こっちですよ、こっちですよ。工場はどうやって自分で作ったんですか。ああ、自分で作った自分で作ったの、うん、ハシマンカワレアナカオイチョロチョロ流れるお水が、ついたところがハスの池、桜ババから見上げれば漆の柱にカヤの屋根、立派なもんだよ青井さん、見上げたもんだよ青井さん、四方八面鬼の面、龍神様がお出迎え、飾り金具に透かし彫り、菱神様もお出迎え、くんちビンタにくんち風、今年もくんちがやってくる、くんち疑問にくんちげた、今年もくんちがやってくる、おくんち祭りは青井さんということでね。すごいな、これ作ったんすか。作ったよ。へえ、すっごいっすね。いやいや、その後もあるんだけど、あんまり長いよね。素晴らしい、 YouTube の尺に合わせてもらって。もう変なこと聞いちゃいますけど、別にこれやってお金もらってるとかじゃないですもんね、全く。ない。でも佐々木さんが好きでやりたいからやってるのね。やってるわけ。へえ。で、あの青井神社で案内するときにお金くれる人もいるよ。ああ、うん、ありがとうってのね、断るけどね。ああ、断っちゃうんだ。ボランティアでやってますから、うん、もしお気持ちがあれば、はい、あの自動販売機でお茶をくださいと。あ、なるほど、うん、現物支給でね、150円だよね。なるほどなるほど。もうお札を出そうとした人、お札値は1000円じゃないよ、もう1万円とか、うん、その時は1時間以上だったけどね、うん、と受け取らないにしても嬉しくないです。嬉しい。それぐらいの価値があるっていうふうに思ってくれたわけじゃないですか。あの嬉しいのよやっぱり、うん、いや佐々木さんの案内は桁が違いますよって言われるから。全然違う、聞かせてもらったことありますけど、やっぱ面白いですもん、あれを聞かせてもらうだけで。いやいや、決して自慢してるわけじゃないけど、うん、自慢してるんだけど、まずそれもね、よその人に聞いてもらいたいのも山々やんだけど、うんうんうん、やっぱり人吉の人に聞いてもらいたいの。知らん、知らない。確かに地元のこととか、その青井神社のことですかね、うん、人吉の方が聞くと、あのやっぱり同じようなこと言ってる。知らんって、うん、大体知らなかったって。全然話ちょっと変わっちゃうんですけど、佐々木さんがもうむちゃくちゃその案内人したりとか、まあ、人より特殊な関わり方をしてると思うんですよ、町に対して。この人吉に対して町、うん、はいはい、ここのこっから人吉とか人吉熊どうなったらいいなとか、こうしていきたいな、これどういう思いがありますか、佐々木さん今思うに。どうしたらいい、うん、
それはちょっと難しい質問やけど、はい、自分は前々から思ってたんやけど、はい、なんつうかな、みんなでこう何かやろう、何かやろう、人吉市に来てもらいたいっていうことをやる方法も一つだろうと思う、うん、でも僕は一つ一つの店なり、うん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 、ね、そういうところが頑張れば、なるほど、ことしてね、うん、ここ、うん、ね、グループよりここが大事じゃないかなと思う、うん、例えば人吉の有名店でうなぎ屋さんがあるでしょ、はい、あれは人吉の観光に来る人じゃない、うなぎを食べて観光するというような感じ、うなぎが目的になってるってこと、ある大工町かな、はい、有名な某丸一蕎麦屋さんというのがあるもんね、はい、あそこも同じような感じ、うん、よそから観光に来て食べる人もいるけども、うん、あのそこの蕎麦を食べたいということで来て、うん、そして市内を散策する、はい、そういう観光客もいる、うんうん、人吉にはそういうところがあったから、うん、昔から、うんうんうん、だから一つ一つがみんな頑張れば盛り上がる、うん、自然と盛り上がってくる、うん、そういうと今市民の意識が変わってきてるけど、はい、始めた頃は自分たちの店、例えば温泉であったり、はい、旅館であったり、はい、何であったり、自分ところだけが良ければ他のところはもうあまり関わりという雰囲気が、はい、今少しそれがね、なくなって、うん、そうじゃない、温泉旅館があったら次の温泉旅館がね、もう頑張ってもらわんと盛り上がらんよ、うん、そう思う、まんじゅう屋さんでもうちのまんじゅうもうまいけどあそこのまんじゅう屋さんも頑張ってほしいね、なんかあったら応援しようねっていう気持ちがないと、お互いにね、うん、で今僕は人吉のそういった芽が出てきてるのは喫茶店だと思う、お永田さんであったり、はい、札の辻のフィリングとか青喫茶店、新しく浅場コーヒーもできたりしますもんね、そうそう、うんうん、人吉は観光なんていうか観光場所っていうかな、観光地ポイントが点々としてるんじゃないかな、うん、僕は人吉を散策するには歩くのが一番いいと思う、うん、それには喫茶店、8000場があるし ね、はい、ですね、洗ってコーヒーを飲んでまたどっか歩いていって休憩する、うん、ちょうどいい距離感ですよね、うんうん、回るに、だからそういうところがだんだんできてきてるから嬉しいなと思う、その人たちがお互いにね、うんうん、お互いに力を合わせてっていうか、なるほど、手を取り合って、まあ、こことして、まあ、切磋琢磨しながら、うんうん、で昔はなんか歴史の街文化の街って言ってたけども、うんうん、もう今はもうそれじゃない、うん、やっぱり食、食べ物、飲み物、そういうところで頑張っていてほしいなと僕は思う。もうそろそろ来ますよ、佐々木さん、5時の会が。5時ってなりますか？やろうか、やりましょう。今何時？ぜひぜひ、これフルバージョンもこれ押さえてください。フルバージョン、はい、何時ね？もう5時ですよ、4時59分です。もう遅いじゃない、じゃあ、はい、もう来ますよ。来れない方もいるんで、始まります。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。すごい。ちょうどすごいタイミングが。バッチリだ。あ、フルバニューはこの前からね、5分10分前からね。フルバニューじゃないもんね。はい、人吉郷土芸能モニムの大使会でございます。天守閣の相良のお殿様、祭りの日に潮田に変装され城下町を治めます。そういった物語です。はい、天守閣、お殿様変装されました。人吉温泉に入られます。人吉温泉、人吉熊に約50の宣言がございます。ああ、よかった。よ
今日はふんどしばしとらす。たまにね、人になれんときなっとですよ。してないときがあるんだ。今日してますね。反対。はい、次は駒焼酎。熊焼酎は米焼酎。人吉熊には27の蔵元があります。そういうことよ。今日も誰もおらんかったけど、誰か来てほしいね。次は明日よ。明日も頑張るよ。頼むよ。お疲れ様でした。こんな感じ。お疲れさん。明日何時にやるんですか。明日は10時かな。10時の会。10時か。人が少ないからな。無難所午前中1回、午後から2回。あ、午後2回。うん。3回はするよ。3回毎日。うん。いやー、かっこいい。え、空振りの時にはほんと涙が出るけんね。でも誰もいなくてもやりますよ、ね、やるよやるよ。だってかっこいい。厨房にあの誰かいるもん。いますもんね。誰かしらいますもんね。いや、いろいろ聞かせてもらってありがとうございます。1時間も聞いちゃってまだ話したいことは山ほどあるけどね。すごいすっきりしました。佐々木さん知れてよかった。もう今ね、ごめんね、もう倒れ、あの水害で倒れてからもう、どもりが、いや、回ってますよ。ペラペラ。前が良かったから。前はもう今悔しくてね、この喋って。なるほどね。引っかかりで、あ、この前のあそこのところでもたい、ちょっと、だだだだだだ、あ、いかんなと思いながらね、もう話がスラスラ出らんし、情けのある国なのよ、と思ってばかりだから、あの、カットするところはいっぱいだけど、お疲れ様でした。もう確認せんでもいい。あなたの腕はもう世間が認めてるから。ありがとうございます。いや、本当に。じゃあ、また佐々木さん。はい。またです。終わってからね。はい。お疲れ様でした。はい、お疲れ様。お疲れ様です。